終わったよね。どうしたの？浮かない顔して。霊石が、ここにあるはずの霊石がどこにもない。あの戦で勝家殿は敵からも恐れられて何のことはない。あれは殿のお箱が出ましたな。美濃の平定、大儀である。今宵は宵へ。わしは稲葉山の名を岐阜に改め、新たな拠点とし、天下取りに乗り出す。さすがは我が殿。おい、座れって。おい、ははであれば、これを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。シャシャリでよって身の程をわきまえ。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を。許すな。ただし名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは古今例がない。他に類を見ぬ働きがお主ら二人であればできよう。まさに仁王のようにな。信長様は天下取りの第一歩として畿内の完全掌握を狙ってる。しかしこれを阻む越前の朝倉を討たねば西へは進めん。勇んで越前に向かったはいいが、遠征中に恐報が届いてな。お市様が腰入れして同盟を結んだ近江の浅井が織田を裏切ったようだ。しかし苦境こそ好機、秀吉の名をさらに轟かせるためのな。
光秀様、もはや藤吉郎は撃たれたと見るが妥当。これで乱れに霊石を用いる者はいなくなりますな。奴は霊石を用いて調和を乱す男、そう踏んだが手間が省けた。引くぞ利光。十分稼げた。俺たちも逃げよう。こっちよ、ついてきて。